シリーズ初日を迎えています。ボートレースツプライドラウンド第2戦男女ダブル優勝戦、これより前半戦締めくくりのカードです。第6レース予選競争、1号艇武藤彩子、2号艇池田博美、3号艇井上春日、4号艇三松直美、5号艇高田光、6号艇土屋蘭、以上6選手の対戦です。注目はやはり5号艇での登場、地元の高田光です。チルットは0度での初陣ということになります。レンジタイムも上々の数字を叩き出しました。枠番通り5コースからの進入ということになります。いち早くホーム側に移動は1号艇武藤彩子、ここは低勝率エンジンでありますがスタートを決めて主導権握りたいところ。そして2コースからでも積極果敢なレースを展開する2号艇池田博美、3コースには目下売り出し中、3号艇井上春日、レディースオールスターにも出場いたしましたこの3号艇井上、ここまでがスロー。そして今日の1走目果敢な攻め、そして道中も逆転で勝利をものにした4号艇三松直美4コース角、5号艇高田光5コース、そして6号艇土屋蘭が6コース。引き続き安定版装着2周レースです。第6レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。ダッシュ勢4号艇5号艇好スタート、角から出るか4号艇、その前に5コースからパワフルに押し出した5号艇高田光、4号艇がブロック、それでも一気にまくり切る、バックスレッジが入った、見事なまくり決まった5号艇高田光が単独先頭、2番手争いは高額両者、2号艇池田博美、内側外1号艇武藤彩子、後方4号艇6号艇3号艇、第6レーススタート正常です。あっという間にぶっちぎります。5号艇高田光が2マークトップでクリア、2番手争い4号艇三松直美が潜り込む、2号艇1号艇両者をかわして、このレースも逆転あったか4号艇三松直美、しかし外からぐいっと2号艇池田博美が2番手優勢、外からは1号艇武藤彩子、上位体系5番2番1番でレースは2周目最終周回に入っています。内側潜り込んで2番手争い4号艇三松直美がまたコーナー先取りでありますが、さばいていった2号艇池田博美が2番手優勢、1号艇武藤はやや外前から行き場を失って、4号艇三松直美が3番手、上位体系は5番2番4番の対戦となっています。見事に5コースから豪快まくり決めまして、初陣勝利をものにいたします5号艇高田光、この後はメインカード12レースに登場、ラストコーナートップでクリア、2号艇池田博美2番手、くるっと1号艇武藤彩子がここは3番手取り返したか、4号艇三松も粘る、521か、先頭5番高田五輪、2番手2番池田、3番手は1番武藤、4番三松五輪、6番3番五輪です。